イメラジオ第2868回、今日は令和3年5月20日木曜日です。時刻は午前10時、横浜港北、霧の出た曇りの朝です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。新横浜のプリンスペペもほとんど見えない。センター南すらぼんやり、こんな朝です。5月の20日で、まだ普通梅雨なんか来ない時期なんですけど、今年はこれ梅雨なんでしょうか。いかにも梅雨っぽい佇まいですね。さて、2868回、今回はリバタリアニズムと皇室お話しします。リバタリアニズムと皇室。この夢ラジオ でリバタリアニズムというのを保守思想の、まあ、一種としてお話ししていますが、この皇室という点で、おそらくリバタリアニズムは一般的な保守思想とは分かれていくのかなという気がします。つまり、リバタリアニズムから見て皇室はどうなるのかということを考えてみると、いわゆる保守思想、保守主義に共鳴している人は、リバタリアニズムは行き過ぎだねということで離れていっちゃうかなとは思います。だったら黙っとけばいいじゃないかとは言うものの、ただし、リバタリアニズムをしっかり日本で考えるとき、皇室との関わり合いを避けることはできず、でその結果、なんとなく仲良しに見られるリバタリアニズムと保守主義がですね、その皇室というイシューをめぐって対立してしまう、離れていってしまうとしても、蓋しとくよりはよほどマシですよ、それはね。ですから、今回は保守の人にとっては、あれ、あるいは何たることだと思われてしまうかもしれませんが、リバタリアニズムと皇室、突き詰めてお話ししてみましょう。いつかはやらねばならないことです。保守主義にとって、特に日本の保守主義にとっては、皇室こそ思想の源、価値の源。なぜならば、保守主義がよって立つ伝統や慣習、歴史、それを日本において最も体現しているのが皇室だから。一方、リバタリアニズムというのは、保守主義のようにそれほど伝統や慣習に重きを置くことはない。伝統や慣習を無視するわけではないのですが、リバタリアニズムでは、やはり個人の自由、これが第一の優先事項なんですよ。その完全自由主義とも訳されるリバタリアニズムにとって、皇室はどうあるべきか、ズバリ民営化ということになります。リバタリアニズムにとっては、国家の範囲はできるだけ小さい方がいい。国家の範囲が小さくなるにつれて、個人が自由に動ける範囲が増えていくから、国家が無意味な、ね、無意味な制限を加えてくる。歴史上もあったし、今もある。その国家による無意味な制限、拘束、これは少なければ少ないほどいい。その分、個人が自由に羽ばたけるんだから。そう思うとき、何も国家が皇室を管理し運営していく必然性はないじゃないかというのが、リバタリアニズムからの皇室観となります。そして、もし皇室を民営化したとしても、その
民営化された皇室を支え、そして維持していこうという、そういう団体が作られるでしょうから、その団体に支援しようと、自分も所属しようと思う日本人は数え切れないことでしょう。今みたいに宮内庁という国家のお役所が皇室を管理するということがいいことかどうかの根本的な議論も実はここから発生していきます。そしてこの皇室の民営化ということから、今は全く人権も自由もない皇族の方々の、実は人権や自由というのがきっちり発生してくることになります。個人の自由を重んじるリバタリアニズムなれば、皇室を民営化して、今のような人権も自由もない皇族の方々に、彼らも一国民として裁判を受ける権利、表現をする自由、それを得てもらおう、こういうふうな考え方になっていきます。とはいえ、さっきからお話しているこの皇室の民営化というのは、放送の冒頭でもお話したように、保守の方々からは何たる無礼なことをと、民営化といっても程があるぞと、皇室までそうするのかというふうに言われちゃいそうですね。ただし、リバタリアニズムから見れば皇室はそのようになってしまうよということは、実はあらかじめポンと言っておいた方がいいし、そしてリバタリアンとして生きてますということを自称するんだったら、皇室どう思うのって言われた時に、それなりの答えを用意しておかなきゃいけない。特に日本に生きるリバタリアンはそうするべきなんですよ。ですから、まあリバタリアニズムっていいなと一瞬心惹かれる人でも、皇室まで民営化すんの？それはちょっとという形で、リバタリアニズムからは離れていくかもしれませんね。それはそれでいいんじゃないでしょうか。みんながリバタリアになる必要はない。ところが、その皇室という実は非常に大事なことを曖昧にしたまま、リバタリアンだよねと、保守主義だよねと、僕ら似ているから手を取り合って共闘していこうねとやっていたとしても、いつかどこかでこの皇室という話題で、あれということになってしまいますね。ですから、実はこの日本におけるリバタリアニズムということを冷静に考えるんだったら、皇室ということについて、皇室もリバタリアンから見れば民営化の対象になってしまいますよということで、ああと、この点では保守思想または保守主義とはかなり違いが出てくるな、その違いを実は認識しておくことは、保守主義者にとってもリバタリアンにとっても重要なことでしょう。しかも別にリバタリアン宣言があるわけでもないし、リバタリアン綱領があるわけでもないので、実はリバタリアンと自称していても、生き方はいろいろで、皇室は今のままね、国家管理において、けれどその他の政治や経済においてはリバタリアニズムがいいよねという折衷するような考え方も別段あっていいでしょう。あるいは政治や経済ってことはわからないけれど、個人の生き方として自分の自由、そして他人の自由、これを尊重し、その個人の自由に拘束をかけてくる国家はできるだけ小さい方がいいなということにおいて、リバタリアニズムを支持するということもあっていいでしょう。ただし、何度も言いますが、ここ日本にいた場合、皇室というのが
やはり非常に大きな意味を持ち、そしてその皇室について、じゃあリバタリアンはどう考えるんですかと言われた時、もごもごっとなってはいけません。リバタリアンの原理から言えば、皇室は民営化されるということになりますよとさらっと言い返さなきゃいけないわけですね。で、じゃあそのことについてあなたはその皇室の民営化をどう思うのと言われた時、それはその人の個人的な意見を述べていくことになります。ただし、リバタリアンとしてはやっぱ民営化というのが出てきますよというのは心に留めておいた方がいいでしょう。この夢ラジオでも、例えば警察、例えば裁判、あるいはこの夢ラジオでまだ言っておりませんが、通貨、こういったものも実は一元化する必要はなく、つまり国家管理に置く必要はなく、民営化できるものならしていった方がいい、そういう考え方がリバタリアニズムです。そしてそれは皇室をも聖域にしない、どころか皇室だって民営化した方が皇族の方々にも普通の権利が付与されて、そして民営化しても今のままずっと皇居におられて、そしてそれを支えようとする国民はそれこそ何千万人いることでしょう。かつてのように、先の大戦のように、天皇陛下万歳と叫ばされて突撃させられていく、こういうことが起きないようにしよう。これがリバタリアニズムですよ。もう起きないよ、そんなこと。天皇の戦争利用なんかもうないよ。そう言えるでしょうか。ほんの80年前ですよ。夢ラジオ第2868回目。今回はリバタリアニズムと皇室お話ししました。朝の放送はここまでです。ありがとうございました。